こいつを使わせてもらおう。そこのエレベーターを降りれば作戦司令室へ着くみたい。作戦会議って久々だよな。堅苦しくなきゃいいけどよ。あとは待つだけだ。なるほど、アグヌスのキャッスルへの潜入か。また随分と難易度が高い作戦だな。真の女王の行方を知ってるってやつ、誰だっけ。ゴンドーというものだ。ああ、それそれ。つまりはそのゴンドーってやつをキャッスルにある収容所から助け出しゃいいんだな。うん、奴らは捕らえた我々をすぐには殺さない。キャッスルの下部にある収容所へと収監するんだ。労働力にでもしているのか。副次的にはな。本来の目的は見せしめのためさ。見せしめ？奴らは毎年一回、食の日にキャッスル南端の希望の丘という場所で捕らえた者たちの処刑を行う。そしてその一部始終を大空へと投影する。見せしめなのね。我々が無力だというな。処刑の場所が希望の丘って、悪い冗談にも程があるぜ。次の職までは一月くらいか。それまでに囚われた仲間たちと接触し、女王の居場所に関する情報を得なくてはならない。一月。見よう。ま、やるっきゃないんだろ。やってやろうじゃねえかな。ああ、最速でやろう。一日だって無駄にできない。守備よく潜入できたとして、例のあれは大丈夫なんかな。ユーニー、例のって？メビウスのあの赤いやつ。ああ、あれか。先立って渡した眼帯には特殊な金属が埋め込まれている。それがあればお前たちがウロボロスであることは連中には分からない。情報を得た後はどうする？どうやって逃げ出す？ケベスのアナイアレーターを破壊したお前たちだ。逃げ出すだけなら造作もなかろう。俺らはいいとして、あんたらの話だ。我々のことは気にするな。覚悟はできている。納得しろと。これはそういう作戦だ。しかし、お前たちにも覚悟を決めてくれと言っている。わかった。だけどギリギリまでは俺たちも粘らせてもらう。それでいいよな？ギリギリである必要はない。ほどほどで構わんよ。キャッスルへの移動と潜入の手段は
造幣局のサモンというノポンに任せてある。詳しくは彼から聞いてくれ。関係が変わったみたいだ。これなら移動できるな。話を聞いてきたぜ。名前、確かに覚えたよ。忘れないように書き留めておこうかな。
3年に休みはねえ。3年に休みはねえ。よし。使えるものがあればこれ結構いいもんじゃね。大事に持っておこうか。
サモンさんが言っていた峰の家はこの辺りだな。そいつ本当にエーテルシリンダー300本も用意できるのか。サービィ、こんな不便なところに倉庫なんて作るなよ。見つからない場所にしたかったんだろ。ま、情報は筒抜けみたいだったけどな。こんなに貴重なものが手に入ると。エーテルはあるに越したことはないが。何が入ってるか大事に持っておこうか。風格があるね。相手は強い。挑んでみる。気を抜くなよ。魔境の無理は織り込み済みだ。行こう。行こう。行こう。リベンジ。コンセント。スラッシュ。スラッシュ。行け。クラスに行くぞ。だよ。やってやるぜ。かわって。マルチブラスト。かくいしまれ。現
シュドロー、インタリックが切れちまうぞ。カルコンコール、邪魔してきた。ここで決めよう。結果だ。おほ、珍しいものがあったぜ。朝はしっかり食べなきゃね。羽が乱れちまった。いつでも動けるようにしておかねえとな。
今音がしなかった？羽が乱れちまった。はっと。よっ。これって珍しいもの？と。よっ。と。買えるものがあればいいなら。
名前確かに覚えたよ。こっちを見て。ありがとう。これでどう？フィールドマスター、ウチブラスター、クイックドロー、ナイトコース。こっちを見て。ミオ、行こう。ドロイン。沈めろ。攻撃を継続する。私も負けてらんねえな。ワイドスラッシュ。ドライバーロー。元気。まだまだ。白旗の準備をしておけ。ぶっ飛ばすからよ。すごい。これでエーテルシリンダーは大丈夫だな。サモンさんの元へ行こう。船か、楽しみだね。